マリエラは2021年1月までは西鉄ホテルズが博多湾で運行し2021年7月からはハウステンボースが大村湾で運行しているレストラン線前畑造線で建造され1993年4月18日に就航した当初は西日本鉄道が旅客不定期航路事業として運行を行い 船内レストラン事業などについても、西鉄シティホテルから飲食部門のサポートを受ける形で運営を行っていたが、経営の効率化、サービスレベルの向上、営業展開の強化などを目的に、西日本鉄道は西鉄シティホテルへ船舶事業を上渡。2007年5月1日より、元船は西鉄シティホテルによる運行となった。事業譲渡に伴い、予約、 問い合わせ窓口となるマリエラ予約センターが西鉄グランドホテル1階に移転している。2007年には約3300万円を投じて就航後初となる大規模リニューアルを実施、客室を新設するなどして同年2月18日から運行を再開した。定期検査及び改装のため2017年2月1日から運休しており2017年5月上旬から 運行を再開する予定である。西鉄が展開するソラリアブランドのソラリアリゾートシップとして約2億円を投じて船内の全面リニューアルが行われサービス内容も刷新された。2018年10月1日に西鉄シティホテルが西日本鉄道に九州合併され運行は西鉄ホテルズが継承している。新型コロナウイルス感染症流行の影響で 2021年1月1日をもって運行を終了することが決定した。その後、本線はハウステンボスへ譲渡され、2021年7月10日からはハウステンボスリゾートシップマリエラとして就航する。ソラリアリゾートシップマリエラ時代船体は3層構造で総動船である。2007年のリニューアルでは2階デッキを選出に改装して窓に面した。 カップルシートを配置したイリスが新設された。また、3階デッキには自動開閉式の屋根を設置、1階ロビーにグッズ販売コーナーが設けられた。2017年の全面リニューアルでは内装のグレードアップが図られ、1階にバーカウンターを新設、2階はイリスがソファ席となるほか船外テーラスにもソファ席を新設、3階デッキは スカイトップバーと変更された。ありがとうございます。